伊豆熱川温泉の二人の湯宿湯花満開さんの貸し切り温泉の紹介をしたいと思います。なんとこちらの貸し切り温泉は6つもありまして、しかもこちらどれも予約なしで追加料金なしで宿泊している方は利用できるとのことなので、とても楽しみです。それでは早速最初の温泉の方行ってみましょう。最初の貸し切り風呂はこちらの清月に行ってみたいと思います。こちらが貸し切りの露天風呂の清月のお風呂です。こちらの露天風呂からは海が見えます。今日は結構波が高いので波の音も聞こえますよ。こちらの清月というのは青い月と書いて清月と読むそうで、お風呂の形が丸い青い月のような形をしてます。とても素敵です。では早速入っていきたいと思います。とても気持ちいいです。こちらの源泉は99度だそうで、かなり熱めなのでちょっと今足し湯をして少しぬるめにして入ってます。かなり広々としてます。かなり広々としていて少し深さは浅めです。今お尻までついた状態でちょっと肩が出るぐらいなので、少し肩を出して冷たい風を感じながら入るのが気持ちいいです。こちらの4階の貸し切り露天風呂は全部で3つありまして、こちらの3つは神話の神様をテーマに作られているそうです。こちらの清月は月読の御事がテーマになっていて、不老長寿の湯というコンセプトになっているそうです。それでは次のお風呂に行ってみたいと思います。続いてはこちらのアモテラスのお風呂に入っていきたいと思います。はい、こちらはアモテラスの湯です。後ろの丸窓からお外を覗くことができます。座った状態でお外を眺めると空を見ることができて、木のぬくもりとお空、太陽を眺めながらゆっくりと浸かることができる、そんなコンセプト、アマテラス大御神がモチーフになっている温泉になります。木の温泉もいいですよね。すごく癒されます。先ほどの清月の温泉よりは小ぶりの浴槽になるんですけれども、深さはさっきよりちょっとあるかなという感じです。この少し小ぶりな温泉も2人で入るにはちょうどいい大きさかなと思います。それでは次は3つ目の露天風呂に行ってみたいと思います。続いて3つ目の露天風呂はこちらの大文字です。なんと中に入ってすぐにドライサウナがありました。これ男性は嬉しいですね。それでは温泉入ってみたいと思います。はい、こちらが大文字の湯です。とっても広くてびっくりしました。最初このお風呂の形が腰の形かなって思ったんですけど、多分大文字の大の字の形になってます。とても広い。あちらの奥の柵のところから海も見ることができて本当に開放感があります。でこちらの大文字の湯はイザマミとイザナギ、イザナギとイザナミのモチーフになっているそうで、夫婦の湯ですね。まさにこちらの二人の湯宿、湯花満開さんの二人の湯宿のコンセプトにあった温泉になってます。
ちょっと2人で入って2人占めをするにはもったいないかなっていうくらい広いんですけれども、本当広々としていて、貸切露天風呂3つ見てきましたが、どれも本当に作りが違くて、浴槽も石だったり木だったりちょっと岩風呂っぽい感じだったりとか、いろいろ楽しめて本当に素敵だなと思います。残り3つ貸切の内湯の方もあるので、そちらの方も行ってみたいと思います。お風呂上がりにサービスでアイスキャンディーも食べられます。こちらは談話室で6時までいただくことができます。こちらは貸し切りの内湯の方に来ました。じゃあ、紫陽花の花が飾ってあります。こちら紫陽花の湯になります。では早速入っていきましょう。温泉に入ってみました。こちら寝湯ということで、ちょっと今回特別に許可をいただいてバスタオルを巻いた状態で入らせていただいてます。こんな感じで頭をここに乗せた状態でリラックスして、足や腕を伸ばしながら浸かることができます。こちらの貸し切りの宇宙は花言葉をモチーフに作られているそうで、アジサイの花言葉、家族の団らんがコンセプトになっているそうです。なのでね、こちら一箇所横になれる部分があるので、ここでゆったりと2人で寝転がりながら団らんを楽しむのが良いかなと思います。あとこちらの浴槽なんですけれども、希少な天然石の十和田石が使われているそうで、すごく浴槽の底が綺麗なんです。青っぽい緑っぽい色っていうか、こうまるですごい綺麗な海に入ってるみたいな感覚です。肌触りもすごいね、肌当たりが良くて滑りにくいし、とても入りやすいお風呂になってます。もちろんこちらも源泉かけ流しで結構熱々なのでね、少しお水をね足しながら入るといいかなと思います。はい、こちらは2つ目の貸し切りの内湯、菜の花の湯です。見てください、後ろに菜の花が咲いてます。この菜の花を眺めながら、この2つの丸い小さい可愛らしい湯にね使って、2人でゆっくりと小さい幸せをかみしめながら温泉に浸かることができます。本当にこれ形が可愛らしい石のお風呂で、2人でも1つの浴槽に入れるし、まあ、1人ずつ並んでねゆったりと足を伸ばしてもいいと思います。最後の貸し切り温泉、桜の湯です。なんと貸し切り温泉の中にこんな休憩スペースがあって、畳のぬくもりを感じながらこちらで湯上がり時間を楽しむことができます。では早速温泉の方入っていきたいと思います。見てください、こちらの窓の外側にも桜のお花が飾ってあります。とっても広いです。半月型かまぼこみたいな形の石の作りのお風呂で、足を伸ばしてゆったり入ってもまだ半分以上余裕がある。今お尻までしっかりついた状態でちょっと肩が出るくらいで、内湯なので本当に体が温まりやすいので、ここでゆったりと体を温めてから、そっちの先ほどの畳のスペースでのんびりと湯上がりの時間を楽しむこともできます。こちらの桜の花言葉は神秘的な美だそうで、この綺麗な温泉の作りもですし、和室のエリア、畳のスペースもこんがりと
広、すごく綺麗なお部屋の作りで、とても癒される空間でした。ということで、今回6つの貸切温泉を紹介させていただきました。すごいですね。これなんと宿泊してる方は空いていれば誰でも自由に何回でも入ることができるんです。これから河津桜の時期にもなりますし、本当に一つの温泉宿でこんなにたくさんの温泉を楽しむことができて、とてもお得感というか満足度が高い、そんな素敵なお宿でした。二人の湯宿というお名前にね、たがわぬ二人の時間を大事にしたくなるような、そんな作りの温泉ばかりですので、皆さんもぜひご家族、カップルの方、大切な方とね、二人で来ていただきたいと思います。今回は伊豆熱川温泉の二人の湯宿、湯葉の満開さんの紹介をいたしました。今回こちらの二人の湯宿、湯葉の満開さんのマルチアングル動画もグリンキーさんの方に公開する予定ですので、よろしければそちらも見てください。準備ができ次第概要欄の方に URL を貼るので、ぜひ一緒に温泉に浸かっている気分を味わってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。